ハロー。プロジェクトキッズ。ハロー。プロジェクトキッズは、ハロー。プロジェクトキッズオーディションの合格者全員の総称である文脈によっては定義が異なる場合もある。後日。ハロー。プロジェクトキッズ以下、キッズが誕生するきっかけとなったハロー。プロジェクトキッズオーディションは、応募対象を小学生に限定したハロー。プロジェクト以下、 ハロップのオーディションである。このオーディションは2002年3月から開始。27,958名の応募者を集め、同年6月30日に放送されたテレビ、東京系列の番組、ハロー、モーニング。生放送で最終選考に残った15名全員を合格とした。この15名がキッズである。同様のオーディションとして、2004年に、 ハロプロエッグオーディション2004が開催されているが、そのオーディションの合格者は、ハロプロエッグと称されていた。また、2006年に開催された、アップフロントグループ、エッグオーディションと、翌2007年以降開催されている、アップフロントエッグオーディションも同様である。このオーディションは、小学生限定、実際の合格者は1から5年生だったため、レッスンのために、 東京都内に通える、イコール、東京近郊在住であることが条件とされた、ハロープロエッグも同様。また、キッズとなった後も、コンサートやイベントへの出演を週末及び春、夏、冬休みや連休などに集中させ、なおかつ学校行事を最優先させるなど、学業を優先した活動を行っている。2003年上半期まで、ハロプロのコンサートや、 モーニング娘。との共演映画に出演していたが、同年夏から秋にかけて、モーニング娘。当時の矢口真理を中心としたジックスと同じくモーニング娘。の田中麗奈を中心としたアー。がそれぞれ結成され、前者に5人、後者に2人のキッズが参加した。両ユニットはこの年限りの活動となったが、この2組の試行を経て、2004年、 初のキッズ内ユニットであるベリーズ工房がスターティングメンバー8人で指導。同年1月14日のファンクラブイベントでお披露目され3月3日にデビューした。このうちメンバーの一人である石村舞葉は翌2005年10月2日の同ユニットのコンサートツアー最終日で同ユニット及びハロープロを卒業すると同時に芸能界を引退した。一方、 ベリーズ工房のスターティングメンバーでない7人は、同年6月11日からの安倍夏美コンサートツアー、出演時に、ツンクにより、ドキュートと命名された。これによって、キッズナイユニットは2組となった。その後、2006年1月2日のハロプロコンサートで、ハロプロエッグの有原カンナがキュートへ加入することが、発表され、同月28日のコンサートから正式に合流した。その後、 同年10月31日に、村上愛が、有原環奈が2009年7月9日、梅田エリカが、同年10月25日にそれぞれ同ユニット及び、ハロプロを脱退、卒業してる。さらに、2007年10月からは、ベリーズ工房から2人、嗣永桃子、夏焼きみやび、キュートから1人、鈴木愛理が、選抜参加し、ブオノを結成した。 この後結成したアテナロビケロッツ、ガーディアンズ4、また2009年6月にチャンプルユニットとして結成されたタンポポプッチモニ V6α、続、ビューデンにも選抜参加したメンバーいる。2015年3月3日、ベリーズ工房が日本武道館のラストライブをもって無期限で活動を停止した。そのうち、つ永なが子は、 カントリーガールズのプレイングマネージャーとして活動した。2017年5月22日、ブオーノが横浜アリーナのラストライブをもって活動終了。6月12日にドキュートが埼玉スーパーアリーナのラストライブをもって解散。そして6月30日に、つぐながが青海の屋外会場公演をもってカントリーガールズ及びハロー。プロジェクトを卒業し、 芸能活動を控えるとしており、これをもって、ハロー。プロジェクトキッズ出身者は、ハロー。プロジェクトから全員が卒業した。なお、ハロー。プロジェクトアドバイザーとなった清水さきのように、グループ活動終了後もハロー。プロジェクトに関与するメンバーも存在する。本来、抗議の、ハロー。プロジェクトキッズは、前述の定義通りハロー。 プロジェクトキッズオーディションの合格者15名の総称であるが、ベリーズ工房の結成後、これに参加しなかった7名を指すという新たな意味、競技が生まれる。このダブルミーニングは、キュートの命名により解消され、キッズは再び本来の意味で用いられるようになった。キュート結成以後は、ハロプロのコンサート出演時などの公式な故障としても使用されなくなるなど、 キッズという用語を所属事務所があまり使用しなくなった。現在、ベリーズ工房とキュートの総称はベリキューと呼ばれることが多く、ベリキューがキッズに代わる故障となりつつある。このベリキューにはリハラが含まれる。なお、この言葉を使用したテレビ番組ベリキューが2008年3月31日から10月3日までテレビ東京とテレビ大阪で放送された。 なお、かつては、所属事務所の公式サイトに、ハロー。プロジェクトキッズとしてのプロフィールが掲載されていたが、キュート結成後に、ハロー。プロジェクトキッズとしてのプロフィール吐くなり、同 URL はそのまま、キュートのプロフィールに使用されていた。現在は、サイト全体のリニューアルにより変更。ハロプロの先輩の PV テレビ番組、イベントコンサートにバックダンサーとして出演する。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。